5番街、コス・アベニューとも表記は、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ニューヨーク市マンハッタン区を南北に縦断する、アベニューと呼ばれる通り、セントラルパークを眺望できる高級マンションや、歴史的な大邸宅が立ち並び、ニューヨークの裕福さの象徴である。また、特に34丁目と59丁目の間は、ロンドンのオックスフォード通りやパリのシャンゼリゼ通り、 ミラノのモンテナポレオネ通りと並んで世界最高級の商店街の一つである。五番街を示す街路表示毎年香港のドラワンやパリのシャンゼリゼ通りなどと並んで世界で最も賃貸価格の高い通りの一つとして格付けされる。世界一高価な通りの称号は毎年の通貨変動と地域の経済条件によって変化するものの 1990年代の半ばから数年間49丁目と57丁目の間の1平方フィートあたりの賃貸価格は世界第2位だった。クリニッチビレッジのワシントンスクエア公園を起点としミッドタウンを通過、プラザホテルの立つ59丁目からはセントラルパークの東沿いを北上し、ハーレム川に突き当たるハーレム地区142丁目が北端となる。 以降の交通は、マジソン街橋を通り、ブロンクス区に流れる。前線にわたりほぼ直線で、自動車の交通は、北から南へ4から8車線の一方通行である。全長約12キロメートルで、128ブロックに及ぶ。南から順に、と呼ばれる地域を通過し、雰囲気や街並みは、各所で多様である。早朝の5番街で38丁目から南を見る。 セントラルパークの北端である110丁目以北、ハーレム地区には貧困層も多く、治安も良好とは言い難い時期が続いたが、近年では高級化の波がさらに北へと進行している。ミッドタウン以南の5番街は、しばしば各種パレードの会場となる。アッパーイーストサイドとハーレムの5番街は、ニューヨークシティマラソンのコースともなる。マンハッタンの住所表示は、 この通りを境に東西に分けられる。例えば、南北に走る10丁目の通りであれば、5番街より、西側は西10丁目、東側は東10丁目と呼ばれ、番地表示は5番街から遠ざかるにつれて数字が大きくなる。まさに、5番街がマンハッタンの中心を貫くメインストリートであることを意味している。起点のワシントンスクエア公園のウェイバリー。 プレースニューヨークの有名なビルの多くが、この5番街沿いのミッドタウンとアッパーイーストサイドに位置する。特にミッドタウンには、エンパイアステートビルディング、ニューヨーク公共図書館、ロックフェラセンター、セントパトリック大聖堂などニューヨークを代表する施設が多くある。また、セントラルパーク東脇を走行する区間のうち82丁目から105丁目の約1マイルの区間は、 1980年代から90年代にかけてメトロポリタン美術館、ホイットニー美術館、グッケンハイム美術館、クーパー・ヒュイット国立デザイン博物館など旧カンモの美術館、博物館が立地したためミュージアムマイルの愛称で知られる。このミュージアムマイルはもともと20世紀前半に多くの大邸宅が建てられたため100万長者通りとして知られ、 ニューヨークの裕福層がこぞってセントラルパークに面するこの通り沿いに転居した。このセントラルパークの東脇を通る区間はセントラルパークイーストとも呼ばれる。103丁目にニューヨーク医学会98丁目にマウント災害病院が位置している十四丁目から六十丁目にかけては などの高級ブティック内し、小売店が軒を連ねる。五番街の有名な老舗小売業者は、B.R. とマンカンパニーボンミートテラー、ペックペックなどである。五番街に拠点を置く、高級百貨店チェーンとしては、蒸気サックスフィーフスアベニューがある。五番街720番地には、アバクロンビーフィッチの本店が位置し、東58丁目と東59丁目の間には、 F.A.O. シュワルツやアップルストアの入り口で約10メートル四方のガラス製の立方体をした建物がある。マンハッタンの外区の多くは南北に走る通りであるアベニューと東西に走る通りであるストリートとが格子状に組み合わされて形成される。日本語ではこれらをそれぞれ大外、長目と呼称するのが古くからの慣例となっていた。ゴスアベニューの大役が 五番街であるのは、このルールに従っている。1900年代前半のニューヨークに居住した、作家、長井花風は、著書の中でこれを、第五大通りと称している。ローアーマンハッタンのマディソンスクエア内市、ドーパーク南西端にある、東22丁目の高層ビルフラットアイアンビルディング、および東23丁目を挟んだ広場、フラットアイアンプラザ界隈に至ると、ブロードウェイはそこから、 北西方向に向こう。西24、西25丁目の間で5番街と交差し、ブロードウェイは今度は5番街の東側から西側を南北に並走する通りに変わる。その先、さらに北西方向に伸び、6番街を越え、ブロードウェイと7番街とが交差する地点が、タイムズスクエアになる。6番街、セントラルパーク内のイーストドライブ、レノックスアベニューと、 これら三つの通りは五番街の西側を南北に並走する一続きの通りになる。長い花風アメリカ物語1908年間。ありがとうございます。